今年音楽界に鮮烈デビューしたとある安手の新種。どういうことかって、実はこの種を発見した科学者たちはこの安手にテイラー・スウィフトの名前を付けたんです。若い頃に彼女の音楽を聴いて育った科学者のちょっとしたオマージュだったというわけ。アメリカのアパラチア山脈ではこの安手の他にも15種の生物が発見されています。発見は非常に困難な作業だったのだといいます。というのも安手は自然界でほとんどの時間を地中に潜って生活するため、見つけるのが難しいのです。主な食料は腐った植物。周囲の環境の重要な役割を持つ生き物です。こちらはまた別の新種。この生き物には有名なスウェーデン人活動家グレタ・トゥーンベリーさんの名前が付けられることとなりました。それはパナマ東部に生息するカエルで、非常に小型、木々に着生するパイナップル科の植物ブロメリアに隠れて暮らすことが分かっています。移動はほとんどせず、睡眠や産卵も隠れた状態で行います。その特筆すべき特徴は黒い目。中央アメリカに生息するカエルの中ではとても珍しい特徴です。ではお次、これはチョコレートフロッグ。ハリー・ポッターの世界から飛び出してきたかのようなこの生き物は、つい最近になってペルー領のアマゾン川流域で発見された新種です。その横顔がバクにも似ていることからバクガエルとも呼ばれています。新種の中でも特に発見が難しく、研究は困難を極めます。しかしこの発見はアマゾン川流域の生物がいかに多様なものであるかを教えてくれる恒例でしょう。今年になってアジアで発見された新種のゴキブリ。これはフランス領ギアナから輸入された木材のチェック作業中に発見されたものです。現地の科学者たちはワクワクしたでしょうが、危険性がある可能性もあるため慎重な調査が求められますね。現地のゴキブリの種類のリストをチェックした専門家は同じ種類のものを見つけることができなかったのだとか。というわけでこのゴキブリの DNA 調査が行われることに。その結果、新種であることが分かりました。このような新種や外来種は病気を持ち込む恐れがあるため、検疫が常に目を光らせています。またゴキブリは適応力が非常に高いため、現地の環境を破壊する恐れもあります。増える速度も恐ろしいですからね。地元の生環境を守るため、このように上陸した新種というものは駆除の必要性があるかどうかを調べるために念入りな研究が行われるのが一般的です。2022年の初め、海洋生物学者が発見した美しい生き物がいます。名前はブランケット・オクトパス。グレートバリアリーフの沖合で発見されたタコです。名前の由来はその美しい虹色のベールのような姿。タコはほとんどの種においてオスの方が体が大きくなる傾向にありますが、この場合は逆で、メスのブランケットオクトパスは体長が2メートルに達するのに対し、オスは3センチメートル程度にしか育ちません。なんとも差が違いすぎますね。もう一つの美しい海の生き物はモルディブで発見されています。その名前はローズ・ヴェイルド・フェアリー・ラス。モルディブの国の花であるピンクローズがその名の由来です。確かに別の赤い従来種とは色が少し違っています。発見されたのは最近というわけではありませんが、長らく続いた研究の結果、これが新種であることがはっきりとしたのです。アイルランドとインドネシアの研究者によってつい最近発見されたワカトビサンバード。見た目はハチドリに非常によく似ています。体の色が独特で、首の羽毛は青く、お腹は黄色、そして背中と頭のてっぺんが茶色になっています。サンバードと呼ばれる理由は日光を浴びるとキラキラ光る翼の色です。この頃は哺乳類の新種があまり発見されなくなりました。特に体の大きなものは発見され尽くしていますね。しかしサザンメインドスロスと呼ばれるナマケモノは例外。もともと一種であると信じられていたタテガミナマケモノの新種です。しかし北と南の生息地域によって種類が違っていることが分かりました。どちらもブラジルの太平洋岸森林で見つけることができます。こちらの新種のフクロウは割と最近発見されたもので、名前をプリンシペ・コノハズクと言います。新種であると認められた理由はその鳴き声。まず短く「トゥー」と鳴き、まるで虫の鳴き声のような声が続きます。夜になると合唱のようにその歌声が聞こえるのだとか。素敵ですね。名前の由来は発見場所となったサントメ・プリンシペの領土であるプリンシペ島。この島を訪れるにはまず中央アフリカの沿岸へ向かいましょう。プリンシペコノハズクを発見した研究チームは島中を歩いたと思い込んでいたのですが、実はその一部しか探検できていませんでした。とにかくこの島の新種はすでに数が少ないことが想定されるため、発見直後に絶滅危機動物に指定されています。今年ヨーロッパで発見された新種のナメクジ。その大きさはなんと人参サイズ。色は茶色がかった灰色で、ジャイアント・キールバック・スラッグと名付けられました。発見場所であるモンテネグロのタラ渓谷を探検していた国際チームは民間人で、ヨーロッパで最も深いと言われるこの渓谷を旅行代理店経由で長期間にわたって探検していました。お次はベネズエラプードルモス。新種と認められるにはまだ研究を続ける必要がありますが、2009年に写真がインターネット上で公開されて以来、多くの話題となっている昆虫です。見た目はファービーとガーゴイルのミックスをとても可愛くしたよう。ベネズエラのグランサバナに生息しているであろうことは分かっていますが、それ以上の情報は得られていません。この種がどの系統に属しているかも謎のまま、突然変異である可能性もささやかれています。ちなみにその毛は音を防ぐセルロースでできています。言い換えれば砂糖と同じ成分ということですね。スポンジクラブは今年発見された生き物の中でも最もエレガントでしょう。オーストラリア西部のデンマークに打ち上げられたこの生き物、見つけた人たちが博物館の研究員に送ったところ、研究が行われ新種であると認められました。その姿はこれまで知られていたどのカニとも似つかわしくなかったのだそうです。ニンバコウモリは発見場所となったニンバ山が名前の由来となっています。ここへ行くにはまず西アフリカへ向かいましょう。独特な色からブライトオレンジバットとも呼ばれている種類です。その他の近似種と同様にこの場所でしか見つからないコウモリであるため、絶滅から守る必要があります。ナノカメレオンと呼ばれるこの種類は名前の通り非常に小さな体を持ちます。マダガスカルで発見された新種で、そのオスは地球で最も小さなオスの爬虫類の一つとなりました。一方メスはやや体格が大きく、尾を含めると3センチメートルにも達します。生息地が非常に限られているため研究が困難となっており、まだ多くのことが謎に包まれています。とても恥ずかしがり屋というわけ。